はい、OK ですね。ネッティさん、さあ、はい、ネッティさんですね。キャラは確かに渋い。さあ、開幕は思ったくまたい北信。裏タクではね、まあ、北信が結構悶絶と言われてますが、表だとどうなんだろう。ここは見切って、サモタクマもね、接近した時はなかなかいい強さを誇るので、どうにかその状況に持っていきたいところでしょう。さあ、なんだかんだもつれて体力的にはいい勝負。スラから突っついて、最後はジャンプシーていうか、これワンチャントンガさん、いや、まだ何も言ってないじゃないですか。あ、確かに今日はナウトさんいないね。あ、ちょっとまあド安定のコンボに切り替えて、しかしまあ最後もゲージを払ったので、なかなかのヘリ下から。さあ、ネッティさんがちょっと苦しい、なかなか端から出れないのでガーキャンを使う。見ている、すごいな、だいぶ集中力が増している感じがします。トンガさん強いな。さんやハイドル1枚、トンガさん乗ってますね。これはやばい、完全にちょっとモードに入っている。最後前打ちを取られてしまい、ここはトンガさん。さあ、メイさん、メイガール、アスタリスクなんて、そんな、まあいいや、確かに、すいません。確かにここはね、わざわざさあ、お、これは相当久しぶりのマイ同期じゃないですかね。いやー、いいのが入る、減った。さあ、自身の攻めがきつい。あ、ここはうまく空中ぐらいにして、これももうやり合いだろうな。フォアダウンを奪って、あ、うまい、うまいなー。あー、うまい。あっ、ちょっとやりすぎてしまい、あっ、嘘でしょ。常連補正がかかって、トンガさんがかかった、一方的に。だから本当はなんかこういう特に一発勝負って、ああいうのでね、もうなんかちょっと勢いづいちゃったりするから、本当は嫌だっていうか、本当怖いよね。お、ここは打ち切る。あ、早めに落として、あっ、
さあ状況はかなりいい勝負ですが、危ない。さあこの状態の両方は非常に怖い。あれレンガかな、今の飛び道具から移動の筒木までっていうちょっと素朴な疑問が。やっと動いてしまったか。さあいい前を保っているのはトンカス側。見てるな。トンカスさん全立てあるな。これこれけどもし仮に仮に伝達したらこんな負傷しててちょっとかっこよすぎてやばいですけどね。あっと近い。これは多分フルに払いそうだですよね。ここでまあちょっと残って、あっああもうなんとか、ああ早出しが冷たく裏に回ってしまう。さあ前見習いさんが、見習いさんは結構いますねこの紅白戦には。 K ダッシュ見習い、前見習い、シャンフェ見習いこれはなんだろう。さあ、マイ見習いさんが文字通りマイをチョイスして、トンカさんは使っていない。いや、みんななんかこの名前の人って結構もう見習いのレベルをはるかに超えている気がするのは気のせいでしょうか。さあ落とせない。そうですね、ああいうやっぱジャンプのちょっと高めのキャラはあの飛ばしが、あ、言ってる、言ったら当たっちゃった当たりづらいんです。はい、うおお巻き込んだ。しかもなんかちょっと裏に浸かりそうなところだったのに、なんか強引に前段持ってった感じですね。すげえな今の。さあデロット集めて、すえ、なんか慎吾のしゃがみし、なかなかいい性能してますね。さあいいですね、トンガさんもまあ NC を見越して足バレーを多めに。潰して画面端中断。あっとこれは痛い。死んだかな。あ、そしてなんと大将を出してる。確かにあれちょっと、ま、ちょっと動画では伝わりませんが、前のなんか FC さんとヤチのあのFC さんが後ろでこうどっしりしてるのを思い出しますが、はい、そのわけでめくっている。あ、惜しい。サッコは上に乗っけて、あっどうだ、あーうまそうだね、距離がね今、あ
あー、まあ、すごいことになった。そっか、しゃがみしちょっと後ろに下がったせいで当たらなかった。ちょっとあのシャンフェイのバンバンバンの後みたいなちょっと気まずい位置ですね、あれは。お、裏だったがしっかり把握して出す。さあ、ティナさん、いつもよりは順番的には遅い出場です。ティナさんは本当にいいんですよね。何回も言ってきましたが、毎回結構、はい、そうですね、スッキリしてますね、ティナさんね。で、毎回いつも早めに来て、やっぱ練習に励んでる姿がやはりいいですね。あああ、やばい、ティナさん、ティナさん、もう終わったと声を漏らしていますが、まあ、今言いたくなるぐらいのかなり苦しい状況に追い込まれている。これもね、やっぱりちょっと機動力の高い前を捉えるのはちょっと難しい。捉えた時がね、前が悶絶なんですけど、さあ、前転が通るが意外に隙が少ない。うまいなぁ、見てるもんなぁ。そしてこの画面端、あぁ苦しい。職人だ、これ本物だ。トンカさんのあの端攻めのいいところは、ほんとなんか微妙なこう隙をね、ガツガツ来ないんですよ。ほんと端から逃がさないのを主体にいい配分なんですよね。あー、確かにほんといいバランスのこう端攻めですね、あれね。動けるのかな、動けないのかなみたいなね、ほんといつも考えにさせられます、あの状況。確かに確かに。危ない。あ、ここは粘ってほしいところか。いいのが入る。あ、そうですね、ゼロロット、まだ生きている。あ、守って守って、ギリギリ避けた。そしてタイムアップ。確かに、さあ、なんとかゲージのないうちに動きたかったですが、もう1ゲージ溜まっている。なかなか主導権を握らせてもらえない。うーん、間に合うか。間に合うね。さあ、陽大さん、陽大だと列車まであと5日、そうですね、列車大会がありますね。アルシムに切り返して壊した。そうだ、あれ何もしないのが一番確か減るんでしたっけ、ダメージ的に。さあ、今のところかなりいい勝負を展開している。うん、
そうなんだ、なんかすごいな今の。さあインが出なかったか、そのここにすかさずスライディング。ここはまだゲージは使わず、うっ、3か、すごい、いろいろ起こっている。あ、しっかり3段。ベイパー当たって、ここはしっかり防ぐ。さあ、トンカツさんが盤石の強さを誇って大将のも、ビリーゲージがない。届かない。おそうなの、すごいな今の。よくあれを開幕で打ったな。さあ、ここ当たって。いろいろ、いろいろ起こりましたね。初めてのことが。はい、あ、OK です、そのまま始めてください。さあ、ミネスキョウさん、そうなんですよ。さあ、ここで来たハピネス卿、これはトンカツさんを止めうるプレイヤーでしょう。さあ、ここはうまくアインを飛び越して、さあ、この画面端にやはり定評がある。お、ここはうまく投げを通して、え、なに？なに？職さん今、家賃なんて言ってました？なんか、とんかつの野郎怪我の詐欺あるなって。だいぶ言い回し変わってるけど。だいぶ言い回し変わってる。僕もちょっと思ってたのが、とんかつさんさっきからちょっと連携ミスった時だけ肩がとかってなんかごちゃごちゃ言ってて。で、最初は初期それ拾ってたんだけど、後半なんか初期もそれスルーし始めて。けど、本当に、まあ、絶対ないんだけど、トンガさんが考えに考え抜いて、もう最初に言って全立てしてやるぜっていうために考え抜いたこの詐欺だったらもう最高ですね。マジですか、そんなに。けどその何、入れ墨こんだけ怪我を負って、やはりこの来るのはもうゲーマーのやはり鏡ですね。とフォローを入れたところで、あ、けどトンカツさんがついになかなかもう初めてぐらいこの状況じゃないですか、追い詰められた状況。すげえ、あ、うまい、これはいったが残る。
強気に打って、うわー、かくったかな。ついにここでトンガさん落ちる。さあ、行きましょう。村雨さん、フリースとか入れてかけとかな。で、さあもう今日で言えばかなり珍しいもん、このケラして同キャラ一発決めたのはハピネス。今日的確に反撃していく。さあ一歩届かず、うまく乗っける。これはでかい。うん、まあそうですね。さあ、トンカさんが試合を終えて、はい、なんか詐欺みたいな言われ方してんだけど、あんなに頑張ったのに、じゃあその詐欺の時に負けちゃうし、負けた時にね、負けた時っていうかキャラが死んだ時に痛いっていうのは確かにずりーなと思って、はい、で、村雨さん。今のところハピネス強がだいぶいい状態。あ、早出しすぎてブラックアウトに化けてしまう。だで、村雨さんが、まあ、ゲージはよしですが、このまま殺したい。そうですね、穏便に行きたい。しかし最近村雨さんの場合はこっからの逆転がかなり 見るので、うまい。さあ溜まる方でいった。もう64、八千里両親から言わせれば、ま、もう64、もう64、まだ早いな。まだ4ある。あ、間に合わない。ああここはまず一発決めて、さあ強気にいったが、早出し。あ、確かに、あ、64だわ。64からこれもう五分か。リオ様これ今どれぐらいですか。ダイヤ7、矢口さん7、矢口。あ、でも矢口はゲージないけど、ないけど7。あ、なるほど、もうダイヤじゃなくてあの人体の話になってる。さあペン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 弾き合って、前のシュー。さあ怖い怖い怖い、あと怖い怖い怖い、これもうどっちも死ぬよね。死にますね。あとマジか。ああ、応酬が73きた。73引いた。確かにすげえな。よく、まああるんだけど、よくやっぱこうある。そうだね、決めますね。確かに。やべえ、スタンバってる。やばい、やつさん、村雨さんはやつとやりたかったらしいです。なるほど。矢崎さん、あの、まあ万が一にもいないと思うんですけど、はい、とんかつさん怪我してんのにようやったわと思ってる人がいるとするじゃないですか、はい、それを台無しにするエピソードしていいですか。なんで俺が、で落とす、なんで俺が階段から落ちたのかっていう、はいはいはい、まあエピソードがあるんですけど、はい、まあその金曜の夜にこれ発生したんですけど、はい、まあ、ちょっとデート的なものをしてて、ほうほうほう、でまあ酒を飲むじゃないですか。なるほど。でこうちょっとなんか学生みたいなノリで、うん、公園で
なんか缶酎ハイでも買って酒飲もうぜみたいな、はいはいはい、になって、そのコンビニで買い物して公園で階段から落ちたただただ落ちたとなるほど。いやもうその頃八海山をね多分結構開けてて最初の居酒屋でまあ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 、それでえはいはい、で竜王神のクーラが、かすみちゃんを引っ張り出してきましたね。はい、うまい。さやちのクーラーほんと強くなったよな。もう強くなったっていうのもおこがましいぐらい強い。タコ当て身を釣る、あ、じゃあガキャンも釣る、当て身を出すも釣られない。しかしやはりめくりからこう足こパン、かすみちゃんが取り返す。やちは中堅系ダッシュ、最初懸命火を焚いて、あっと小足読みの置いた白山か。確かに K ダッシュは小足をこするのでないとは言えない選択肢。さあこれは大白山から超重ね当て、確かにあれ駒内から直の白山じゃない、重ね当てだったら知らなかったかもね。しっかりしてんな。でさあ四段先生がここで登場。あ、四段先生、先生使わない。これは、あ、これ使う、使わない、出ない、出なかった、さすがにそうだよねしかし状況はネームレスよりうまい。だーっとこれは逃げ時の方で倒す、矢口勝利。さあここで初期プロが出勤。カスネームレス、さあ安心のキャラセレ。さあチンゲンさんにカーソルが合っているが、そのようなことはなく、やはり1個下のかすみちゃんをチョイス。さあこれは同キャラですね。矢口さん、赤いかすみちゃん取られた時はその色なの？あ、間違ったの。ああ、なるほど。で順番も一緒。さあこれは聖戦ですね。さあまずは矢口側の K ダッシュが押していくが押し返す、また画面端。さあアインで固めて出れない。さあこのジャブを打って K ダッシュのアインを潰す、外から潰していく。さあ引っ掛けてうまい、前転を噛み合わせ、初期側ちょっとリード、これでぶっ飛ばしを当ててぴったりぐらいかな、結構いいヘリした。そして中堅はかすみちゃん、重ね当て重ね当て、さあこれは重ね当てでアインを消したがシュートの判定に乗っかったか八千の褒め方がやばい、うまいが、これは前がつながらず。さあ冷たく上は落とす、重ね当て当てて、さあ前転をしたところに後ろから禁止を当てる、今のうまいな。で中堅の同キャラ、やち面白いなさあ状況は、矢口側がゲージはあるが体力はない、初期側は体力をリードしていてコンビニ殺したい。
さあ下段当てみ、あれ減るんですよね、まあ、26とかそれぐらいのダメージだったような気がするんだけど、さあ乗っかる乗っかる、あっとここは下からガーキャン吹っ飛ばしで迎撃、ガーキャンじゃねえ、ジャンプ吹っ飛ばしして、大将のネームレスを引きずり出すが、ゲージは盛りだくさんだけれども、さあこのまま手追いの霞を生かしておくと危ない、置いている、あと怪しい竜巻ソーダ的なムーブが見えたが、さあ村雨側はこのままタイムオーバーで勝っても良い、致命傷にはなっていないが、ここで絡まれる、あっと待っていた、ここはしっかり裏から初コンして勝ったのは正気プロ、カブトも締めよう、はい、続いてスワルはフェイト神ですね、でキャラクターは経営だし、違う、京都、痛い、何何なんだあやち、文句あんのか、それ矢口が与えた情報でしょはいはい、戻りましょう、初期殿の、先方系ダッシュフェイトシーンは今日よりジョンフン、ここも変わらずですね、いつも見るキャラクターたちで、キンディが漏れる、キンディが結構間合い狭いと思うんだけど、寄ってきた今日のなんだろう、ちょうど、あ、ほんと？なんかカラージャンプにキンディがスカったんだよ、要は前に飛んできたのに、やばい、でもね、多分ね、あれ下段は厚いけど上は薄いからね、無理だと思いたい、持続は長いのかな、どうなんだろう、で、中堅のいおりですね、これはまあポンちゃんがいるから言うわけではないけど、いけるという組み合わせ、エンディで追い返してが、コア扉かぶる、痛い一撃、さあ、ここは？さあ、ジリジリしてるが、あっと後ろがパナスしかないというアドバイスが入るわ、さあこれ大将ジョンフーダがゲージはあるけれども、で、さあゲージを、おっと温存してるが体力をどんどん削られている、ガキャンで押し返して、
さあここ逃げ切る大勢だが、クーサ人に昇竜が噛み合うさあ中堅かすみこれはうまくはめ殺せばワンチャンあるのかといったところですね。さあ美しい親しいからあと全体も借りきれない。さあジョン側も端に追い詰めたいが霞側も端には痛くない。ここは一旦中央へ。さあジョンフンきついが出るしかない。投げて中断。あっと投げ漏れの金 D もガードされるが苦しい。あっと詰めてない今。いや俺なんか出たように見えたけど転がってたよね。何やってんの冷てえわ